こんにちは、川ポンです。今日は上智大学の2022年度の一般入試について、3つの形式の試験についてざっくりと解説します。まずは2021年度から上智大学では入試方法が変更になりました。2022年度もほぼ同じ内容になります。上智大学の一般入試では3つの入試の方法があります。上から見ていきます。まずは地域スコア利用型全学部統一日程という方式です。一つの試験でどの学部にでも申し込める、いわゆる全学部入試になります。これは英語は事前に地域の試験を受けておく必要があります。英語はこの地域の得点が入試の得点に換算されます。そして2月3日に英語を除く上智大学独自の試験を学科に応じて受験することになります。それらの合計点で合否が決まります。2つ目が共通テスト利用入試になります。少し前のいわゆるセンター試験利用入試に該当します。ごく一部の学科で面接がありますが、基本的には共通テストの結果だけで判定されます。注意点は文系の学部でも数学 1A が必須になります。よって4科目受験が基本となります。数学をやっていない文系の受験者にとっては少しハードルが高くなりますね。また英語に関しては英語の外部試験のスコアを事前に提出して、そのスコアを共通テストの英語の代わりに使うこともできます。その場合でも共通テストの英語は必ず受験することになります。提出した英検などのスコアと受験した共通テストの英語の得点の高い方が自動的に採用される形になります。英検などで高得点を確保できている受験生は必ず提出しておいてください。そして最後の形式が各部学科試験共通テスト併用型になります。これがいわゆる従来の一般入試に該当します。これが一番メインの形式になります。この入試が2021年度の改革の目玉でした。すべての学科で共通テストが必須になりました。その指定された共通テストの得点に加えて2月の学科ごとの独自試験を受けることになります。その合計点で合否が決まります。詳しい試験科目はまた近々動画を作成しますね。さらにこの試験では英語外部試験を2にて提出できます。そのスコアに応じて点数がクラスされます。こちらも改めて動画にします。さて大まかな3つの入試形態の説明をしました。そこで今回特にご紹介したいのは3つの試験形態ごとの定員になります。次をご覧ください。こちらが2022年度の一般入試の3つの試験形式の定員になります。青い枠が地域が必須の全学部入試、赤い枠が共通テスト利用入試、黒い枠が共通テストと学科試験が必要ないわゆる一般入試です。まずは真ん中の共通テスト利用入試の定員をご覧ください。他の大学と同様にかなり定員は少なめですね。次に注目してほしいのは青い枠の全学部入試ですね。通常であればここの定員も他の大学は少ないですが、上智は多いです。黒い枠の一般入試の定員と比較してみてください。すべての学部において一般入試の定員のやや低めの定員が全学部入試に設定されています。右端が一般入試のすべての定員における全学部入試の定員の割合になります。 40% の学部が非常に多いです。特に外国語学部の 41%、 総合グローバル学部の 46% が際立っています。その他総合人間科学部、法学部なども多いですね。よって上智大学に関しては
死亡度が高い場合は、全学部入試も視野に入れておかなければなりません。チークが必須です。他の外部検定は使えません。これに関しては、少し文句になりますが、チークは、もともと、上智大学と公益財団法人日本英語検定協会が共同開発した英語検定試験、ということになっています。なるべく、多くの生徒に受けさせるという、商業的な戦略を感じてしまいます。英検を受けている受験生も多いと思いますが、それに加えて、上智のためだけにチークを受けるのも、かなり負担になります。受験料もバカになりません。このようなやり方は、カワポン、大嫌いです。あまり言うと怒られますので、このあたりにしておきます。とにかく、上智大学を強く志望する受験者は、全学部入試を見据えて、チークは、受けておいた方がいいでしょう。最後に、倍率も見ておきましょう。こちらが、3つの試験形式ごとの、2021年度の倍率になります。まずは、真ん中の赤い枠の、共通テスト利用入試をご覧ください。定員は少ないですので、倍率も高めになっています。比較してほしいのは、青い枠の、チークが、必須の全学部利用入試と、黒い枠の、一般入試ですね。あまり変わらない倍率となっています。他の大学であれば、全学部入試の倍率は、もっと高くなりますが、上智は別です。多くの定員が割り振られていますので、倍率も低めになっています。また、チークを受験しなければならないというハードルがありますので、受験生が少ないということもあると思います。いずれにせよ、倍率を見ても、上智大学の全学部入試というのは、スルーできない入試形式になるかと思います。昨今、英語外部検定の必要性が高まっていますが、受験生は本当に大変です。英語も4技能ですので、面接対策など、どうしても時間を持っていかれます。試験も1回で済まずに、2回以上受ける受験生が多いと思います。受験するだけで、貴重な1日が潰れます。受験料も本当にバカになりません。このような傾向になっているのは、公平性の観点からも望ましくない傾向だとカワポンは考えています。皆さんはどう思われますか？しまった。また文句になってしまいました。とりあえず、今回は、上智大学のポイントの第1弾となります。次は、一般入試の試験科目や、英語外部検定スコアの提出による、得点の上乗せ、などを動画にしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。